ここで野宿者向けに行われてきた浅草聖ヨハネ教会の日曜給食活動が周辺住民の反対で一時休止に追い込まれました。ずっと話し合いを続けてきたのですけれど、平行線のままに来ました。苦渋の決断として一旦休止ということを決めました。10年前に始まった聖ヨハネ教会の給食活動は、野宿する人々をできる限り支援しようと、教会の信徒やボランティアの手によって毎週日曜日の朝に行われてきました。すごく匂いしてますね。美味しそうでしょ。提供されるのはシンプルな炊き込みご飯ですが、作りたての温かさもあって大好評。この一食を求めて徒歩でやってくる人も少なくありません。やっぱりあったかいご飯なら美味しいですよ。うまいですよ、結構。だからみんなはね、そういうところを求めてくるんですよ。列に並ぶ人は当初は30人程度でしたが、年を追って急増。そして200人を超えた頃から、教会には近隣住民からの苦情がチラシや電話などで寄せられるようになりました。ゴミを捨てていることとか、あるいは覗き込まれた気がするとか、そういうような苦情が多かったかなというふうに思います。この活動は近隣に対して不安を生じさせていると。苦情を受けた給食活動の主催者たちは、教会の周辺にとどまったりしないよう集まる人々にマナーを徹底、また付近を清掃するなどして地域の美化にも努めてきました。一方で過去10回以上にわたり近隣住民との話し合いを行ってきましたが、協議は決裂。今年4月24日を最後に給食活動は一時休止されることになりました。これが出ていた、なくなっちゃうとね、一食でもね、やっぱ非常にねありがたいし、我々はまあ私自身も、まあ、他の人もそうだけどね、非常にね困るじゃないですかね。多い時には600食を超えたという聖ヨハネ教会の給食。雇用調整が悪化の一途をたどる中、追い詰められた人々にどう向き合うべきか、社会全体の姿勢が問われています。